建築の設計施工の会社をしまして、まあ戸建て中心に設計して施工するという、まあ、そういう建築の会社をしています。社名のライトサフデザインファクトリーという会社は、ライトサフという映画がありまして、その映画ではライトサフというのは正しい資質という直訳があって、それは精神も肉体もいろんな意味で正しい資質を持っていないと宇宙飛行士になれないという、そういうような話なんですけど、いろんな素材とかいろんな人たちと作り上げていくっていう、そういったところでライトサフという社名がいいかなと思いまして、あとデザインをする会社というところでライトサフデザインファクトリーという、そんな社名になりました。基本私が住みたい家っていう感じなんですけど、まあ、それはどういう家かというと、まあ、道路とか外から中が見えにくいというか、まあ、壁で囲って中庭があるという、そういう家なんですけども、窓をオープンに開けれて、なんか開放的な家というのと、あと、まあ、外部に外に出ても、まあ、見られないで安心してくつろげるという、バーベキューやったり何かしていても外からは見えなくて、もう安心してくつろげるという、そういう家っていうのが家かなというふうに思ってます。デザインと機能ということでいくと、まあ、デザインがすると機能が悪いとか、そういうイメージありますけど、実際自分はそうは思ってなくて、シンプルな家というか、すっきり住まおうと思うと収納がたくさんあるっていうことが必要で、あと例えば洗濯干しの場所を絶対考えるんですけど、ちゃんと干す場所が隠れたところにあるっていうことがないと表に出てくるじゃないですか、まあ、洗濯干し場を考えるということで、こう、まあ、おしゃれに住めるというか、すっきり住めるんで、やっぱそういった機能をしっかり考えた上のデザインっていうのが理想というか、まあ、それが大事かなというふうに思って設計しています。仕事のプロセスとしては、まあ、基本自分がイメージからこう全体的なことは最初に出して、まあ、大枠を出して、まあ、お客さんとは詰めていきますけど、まあ、そこにスタッフがいろいろこう機能や使い勝手、いろいろ収まりをこう図面化していく中で、どん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 修正していくというような形で、機能的なところは若いスタッフとか女性とかがこんなものがいいんじゃないかという提案はよくあって、やっぱ新しいものもどん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 取り入れていくっていうことはとてもやっぱ必要なので、とにかく楽しんで仕事してほしいっていうか、やっぱ自分にとって仕事って生きてることそのものなんですね。仕事をしているっていう感じは全くなくて、ただこうやるべきことやってるっていうか、楽しんでるっていうか、そういう次元でやってるので、まあ会社のスタッフもね、まあそれに近いというか、そんな感じでなんかこう仕事をしてもらえれば本当にいいなと思いますけど、いい絵って何かっていうと、デザイン設計だけじゃなくて、いろんな人の関わる人の思いが本当に込められてるっていう、そういう家がいい家じゃないかなって思ったりするんですけど、大工さんをはじめいろんな職人さんたちが本当に命をかけてやってくれるっていうか、とても大事に家を扱ってくれるんで、まあ、それはすごい僕も感動があるし嬉しいしっていう風で作ってますけど、ただデザインがどうとか設計がどうじゃなくて、工事っていうところでは本当に生き物なんで、職人さんたちがこういいものを作りたいっていうエネルギーがあって初めて家でできると思うんで、こういういいものを作っているっていう、まさにそういう誇りが大事で、そこがとても自分が仕事をしていて楽しいところでもあるし、とても誇れるところで、こんないい家ないじゃないって自分が思っている家っていうのを今作ってるなっていう、まあ、自分も楽しんでるかもしれないけど、職人さんたちがすごく楽しく仕事をしているっていうのがすごく伝わるし、やっぱまあ楽しいから現場に行くっていう、そんな感じで、自分はそういう現場で働くわけじゃないんですけど、やっぱこう気遣いというか、気持ちとして何かお茶でも持っていくとか、そういったことを意識的にしていて、でもまあみんな喜んでくれるんで、
ものづくりをしていく中で本当に一つのチームとしてつながっているっていう感じはすごくあって、感謝しかないですね。この間、60代の方のご夫婦の家を作ったんですけど、古い家ですごく使いにくくて、今後、どう住んでいくかっていうところですごく悩んで見えた方なんですけど、その方たちがしたいことっていうのがなかなかこうハウスメーカーでこう決まっている感じがあって、なんかやってもらえないっていうところでいらっしゃったんですけど、まあいろんな要望を聞いて全然何の問題もないなっていうふうで、まあ作らさせてもらったんですけど、みかんの木があるんですけど、まあ、それを生かして作ってほしいってことで、まあ、そこに中庭を作っても作ったんですけど、建てて1年ぐらいなんですけど、本当に出会えてよかったっていうようなことをいただいて、この間はすごく嬉しかった体験があります。実際は担当者の人と会わなかったっていうような、そういうことじゃないかなとも思うんですけど、やっぱ会う会わないあるんで、僕らはこう見えて、会う人はこう最初からスッとこういい感じになるっていうか、前知ってましたっていうような感じの出会いっていうのは結構あって、接種と、まあ、作り手というかそういう関係じゃなくて、人と人という関係なんで、もうどこまで行ってもそういう人間関係だと思うんで、上下じゃなくて本当に作りたいものがあってこちらは提供するっていう風ですけど、そこにこう本当にフラットな人間関係があって、お互い居心地の良さというか、本当にそういう関係があってできていく。だから家作りが終わってもそのまま人間関係続くんですよ。だから一緒にご飯食べに行こうかとか、いい出会いがあったねっていうようなお客さんは本当にたくさん、それが私にとっては財産というか、すごく宝ですね。やっぱ一軒一軒いい家を作りたいっていうか、もうそれに尽きるので、いい人間関係を作って家を作るっていうか、もうそこに徹するというか、もうこう大きくするとか何か目標こうだっていうんじゃなくて、とにかく今あるお客さんに本当に全てを尽くしてっていうか、一生懸命作るっていう、そういうシンプルなことを毎日考えながらやっています。